明けチャンネル、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山下です。今日は愛知県公立高校入試終わりましたので、名古屋商業高校のね、ボーダー目標点を発表したいと思います。まず皆さんに一言、受験本当にお疲れ様でした。はい、まあ今回もね、大変だったかなっていう形で、はい、まあ考えさせる問題とかね、文章が長い問題、資料を見て答える問題が多かったかなと思います。もし今後ね、大学受験とかをね、考えられる方はそういったね、試験が増えてきますので、まあそういったね、対策を高校に行っても取っていくといいかなと思います。ただまあ商業に行かれるとね、まあ簿記とかね、専門科目が増えてくると思いますので、まあそういったね、科目をしっかり勉強をした上で、もし大学目指される方はそういった勉強をね、していかれるのがいいかなと思います。それではやっていきましょう。名古屋商業高校、はい、内申点 ×2 プラス当日点 ×1.5 で得点を出します。なので内申点2倍されますので、しっかりね、中1中2の方は内申点、中3の時の内申点取れるようにしてください。それを目安にしていただいて、当日点何点取ればいいのかっていうのを計算してね、やっていただくのが志望校合格にぐっと近づけます。はい、で何点取ればいいのかっていうと、目標点125点、まあこのあたりは毎年ね合格ラインになってきますので、この付近は、取れるようにしておくといいかなと思います。はい、で今回ね、まあ生徒数によってね誤差が変わってきますので、まあ、多少は誤差があると思いますが、ボーダーなんですよね。ボーダーがだいたい112点ぐらいですかね。はい、まあこのあたりの方だいたい誤差が 3,4 点ぐらい出るとは思いますが、このあたりの方はちょっとね、覚悟をしていただいた方がいいのかなと思います、ね、倍率も毎年高いですしね。はい、なのでまあこのあたりの方は、18日、ね、ちょっと、ね、覚悟をして見に行かれるのがいいかなと思います。ただこれより下の方でも面接とかね、調査書とかで、合格されている方も見えますので、落ち込む必要はなく18日ね、しっかり見に行っていただくのがいいかなと思います。はい、じゃあ、今回のね、名古屋商業高校のボーダー目標点は以上になりますので、他の高校さんのね、ボーダー目標点も出しててますので、そちらもぜひご活用ください。それでは、失礼いたします。